宗教経済自戒への5つのステップ。1、権力と地位をめぐる政治運動。まずは、権力闘争のための政治活動を開始しました。当時、毛沢東は文化大革命を、習近平はゼロコロナ革命を打ち出して、政敵に対抗していました。2、経済を崩壊させ、深刻な失業を引き起こす。